おはようございます。エギョです。今日は天気がいいみたいなので花見に行きたいと思います。それでは早速準備します。今日は金田公園に来ました。これが世田谷区金田公園の花見の様子でございます。すごい人。こんにちは、エギョです。エギョコーヒーの時間です。今日もこの金田公園でコーヒーを作っていきたいと思います。準備するのはミル、そしてお湯、あとはねこの辺り、こういう感じでやっていきたいと思います。前回コーヒー作った時なんですけど、ちょっとね豆が多かったんで、前回の半分ぐらいの量でやっていこうかなと思います。今回も使うのは前回と同じこの豆ですね。こちらの豆、まあ、量は目分量で、前回このカップで2杯使ったんですけど、今回は1杯ぐらいでいいかなと思います。じゃあ早速このミルを使って粉を作っていきたいと思います。だいたい5分から7分ぐらいかかると思います。よし、これで豆ができました。豆はですねこんな感じ、こういう感じの豆が引き上がりました。これをね今回コーヒー作っていきたいと思います。それじゃあ早速コーヒー作っていきたいと思います。これはねドバッと、こんな感じ。はい、OK。で、家でね、入れてきたお湯がありますので、これでコーヒー作ります。まずは蒸らすために全体的にしっかりとお湯をかけて20秒蒸らします。じゃあ残りもね、お湯かけていきたいと思います。ということでエギョコーヒーの完成です。ということでこのコーヒーができましたので、今朝作ったねこちらのロールサンドがねたくさんできているんで、こちらの方をこれね食べていこうかなと思います。このロールサンドはね
最初の動画で見ていただいていると分かる通りに、簡単に作れますので、こういったピクニックにはちょうどいいかなと思います。ではこちらのロールサンドいただきます。手軽に作った割には美味しいと思います。公園駐車場よりお車でお越しのお客様にお伝えいたします。改めまして営業です。ということで今日は金田公園、世田谷区にある金田公園に来ているんですけれども、まあね、ああいう感じ、結構桜が咲いております。今ね、このせっかくキスエムってバリアングル液晶になっているんで、バリアングル液晶の状態で、手持ちでね撮影しています。ある程度手ブレ補正があるんで、これでもね喋りやすいんじゃないかなと思うんですけれども、いつものね DJI のマイクをこれに挿してしまうと3分の1ぐらいマイクが邪魔して見えないっていうね、もう新しい問題がありますね。今回ここ金田公園に来て桜を撮ったんですけれども、映像というよりも写真でいくつか撮りましたので、ちょっと見ていただければ幸いです。こんな感じで、写真を撮っていったわけなんですけれども、結構ね写真用のカメラとしてすごくキスエム使いやすいなっていうふうに思います。相当ね楽っていうかね、初代の EOS M に比べると全然別物っていうふうに感じますね。ということで今日はこちら金田公園からお送りしました。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。